カール大帝編の解説ですね。あのまあじゃあやっぱりねフランク帝国だとか、まあ、あの僕らがそのヨーロッパについてちょっとあの辺をやるのはねノルマンコンケストという問題がありますよね。じゃあこのなんだろう西洋的なものに対してあの強い力を持ってたっていうのは、まあ、あの当時だとイスラム圏なんです。でギリギリイスラム圏ってどこですかって言われたらあのスペインですよね皆さん。だからなんかねこの辺であのフランク帝国に対して抱いてた物足りなさっていうのをイスラム圏で考えるかスペインとじゃあねあれこっから来てるあの人たちのヨーロッパ同士のねヨーロッパ同士でなんかちょっと家庭内レベルの話ってなかなか世界史で出てこないんでなんかねちょっとそのギャグを考えるかっていう時にじゃあ僕はやっぱり当時イスラムとかっていうのはねあの医学とか進んでたんですけどトルコ風アイスっていうのもなくはないなと思ってなんか笑えるじゃないですか。いや僕らが、ね、一生懸命商品開発で食べてると仕事の流儀とかでも紹介できるようなテーマな気がする。でもちょっとカール大帝だからカールでしょなんかねおやつじゃないですか。あおやつだからアイスは全然ありだなと。ここでなぜかねおやつっていう奇妙なものが浮かんでじゃこのシンクロしたものを頭から抽出しましょうっていうのがこのギャグの本質ですよね。でしかもあのおふくろというのが、まあ、実は嫁となんかねそれなりの関係があってとかっていうちょっとここもねあのちょっと時代的なものを拾ったんでちょっともう一回ねその辺見てもらえたら嬉しいなと思います。うん、それで結局物足りなさがいやお母ちゃんからだから陣中ですよ陣中でねお袋からもらったトルコ風アイスみんなでねりねりして食ってるってだからこっちの人だからよく考えるとね統一するためにあの武田信玄とかと一緒ですよね。あのお諏訪太鼓とかねあの諏訪神社とユナイトしてたとかなんかそういうのと近いんで結構そういう掘り下げ方もできるかなって思います。まあ、そんなこと考えて見てちょうだいと。